今はこれ以上の独立を考えない方がいい。産経新聞2023年2月11日、産経はこう主張してきた。第3回主権の回復、独立の日を迎えて栄光ある自由と民主の国へ。昭和27年4月28日付社説。昭和27年1952年。この記事は有料会員記事で、読めるところまで言っときましょう。記事によりますと、一口に戦後と言っても根本的に異なる2つの時期がある。占領期と独立国に戻った時期だ。その節目に産経新聞は何を論じたか。先の対野戦に敗れた日本は、対野戦、対戦のことです。日本はお米の国って書くところを中心とする連合国軍に占領統治された。建国以来日本が他の国の支配を受けたのは初めてだった。主権を回復したのは日本が多くの連合国と、ほんまは国やけど、いいの愛ちゃん対策やからな、時々間違ったふりしとくからな、締結したサンフランシスコ平和条約が、平和のところにカッコ書きで講和って書いてあんねんけど、私は講和条約やと思ってた。サンフランシスコの講和条約が発効した昭和27年4月28日である。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。それをやりたくなったきっかけが、社会統計の実にお偉い、肩書き立派な、素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれました。全くリスペクトできない。政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党って何なん？という疑問がふつふつと。その時の責任者の方が、定年後トモさんの党員として生きる宣言をしはりました。トモさんは共産のことなんですけど、あれ社会党進歩者じゃなかったんって思ったんですけど、それを聞いた時、だからあの時理不尽やったんやって思ったんですけど、社会党は社会の窓主義インターナショナルという実に厄介な国際組織に加盟する残念な人たち。マスコミって赤くて酸っぱい拘束機関みたいやったから知らんとおってんけど、社会の窓主義インターナショナル系社会党はええもののように報道してきはりましたよね。で、日本の友さんの党と中の国の友さんの党、世界各国の友さんの党、友さんは共産は、コミッテル国際共産党第三インターナショナルという、これまた恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中なんですね。そして、社会の窓主義インターナショナルと、コミッテル国際共産党第三インターナショナルは、もともと第二インターナショナル時代同じ組織やったんですよ。コミッテルって、正式名称コミンのテルなんですけど、正式名称言うても余計なのを挟んでおります。後に言われへんようなのちゃう？この単語も。って思ってるんで、知らんけど。コミッテルはなくなったふりしてるだけちゃうのって私は思ってるんですね。コミッテルには指導団体になるものがございまして、自由なおそうめん屋って私呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン、私の動画でおそうめんがおそうめん屋さん、自由なおそうめん屋がおそうめん劇場って言ってたら、すべてメイソンのことです。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれないところが、今現在でんでんじいさんがやってるところ、お米の国って書くところなんですね。盛大なプロレスが行われているということを念頭に、世の中を俯瞰して高みの見物していると、こんなおもろいもんないなって気持ちになりますよ。結局この世の中はおそうめん劇場だったんです。私、戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、院の暴論者みたいに思われてると思うけど、先人の書を読んだところで基礎の知識がないので、今売られている辞書や百科事典に頼らざるを得ないんですね。で、なんやここに書いてあるやんということばっかり語ってるんですけど、あちらこちらに工作員みたいなやつがほんまにいてですね、本人工作員っていう自覚あんのかないのか知らんけど、多分あんねやろと思うねんけど、昔は石化工作員言われてて、石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想をトモさんの主義に変えていくことを言うねんけど、頭の悪い陰謀論とか言うて、おそうめん劇場の一員の人たちは火消しに必死って感じ。それが使命、役割やねんやろんな。命がけやから。ツイッターとか観察していると、他人様にもっと勉強してくださいって詰め寄ってたり、頭の悪い陰の暴論とか書いてたり、様々なことを打ち消そうとしている奴らって頭にクソ的な人たちちゃうやろかって見てるとしっくりいきますよ。先人の書を紐解いて分かったんが、資本社会ともさん、この3つの主義しかないんですけど、世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるためにも活用してる。我が国日本は資本主義国で、洗脳層を負けてしまった国やから、日米同盟があるからなんとかなっているんですね。反米すり込んでくるやつらおるやん。お米の国はジャイアンみたいでとか、それと金融やゆうよの言うとか、ロスのお茶さんとか、ロック踊っているフェラーさんとかの対立とか持ち出してる人たちって、社会の窓主義インターナショナル系の方じゃないやろかって思って、私は一切見ないようにしてるんですね。一番最初にリサーチした時に、社会統計の実にお偉い肩書き立派な素晴らしいとされるあの先生が私のまな弟子やって書いてあって、
本の帯やったか中身やったか。ツイッターで、あっと飛ばしてくださったけど、ごめんね、無視しちゃった。資本社会友さん。資本だけが自由に楽しく生きられて、社会友さんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かないといけなくなる。この世の中ですね、表立って活躍できる人たちって、社会の丸主義者、友さんの主義者だらけなんですね。新聞赤い旗に載ってらっしゃる芸能人とか、今守られてはんねやろな、重宝されてはんねやろな。インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が展開されてきました。日本の保守論客言うて活躍できる人たちって、お隣の国系の国反の国関ともいうところの収納教メディアで活躍できる人たちや。今まさに騒がれている T1 協の会&お幸せ天理やな。今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってるんです。これからの時代はパラダイスですってやっているスピリチュアル界隈。あれも社会の窓主義の世界に誘おうとしてんのちゃうやろかって見てるんですけど、よくよく聞いてると北の金ちゃんのところが地上の楽園や言うて騙されていった人たちの心境にさせるようなことやってるなって見てんねんけど、あそこに帰られた方のことは私何も思ってないんですけどね。余計なことに首を突っ込まない主義なんで。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクソで、保守は極左かカルトとなんやろなと思って関わらないように見ないようにしておりました。しかしですね、昨年の夏に我らの希望の星 AB さんがこの世を去られまして、マスコミの連中が AB さんイコール T1 教の会とか、自民イコール T1 教の会っていう洗脳やり出しました。それは違うよって私は思いました。AB さんは北の金ちゃんのところと T1 教の会の関係から先に避けてた時期があるんです。AB さんが避けてた時は鳩山の幸男のところにいた、ミンスにいらっしゃった T1 教の会の関係者、室井の邦彦さんって方がミンスから出馬して今現在維新にいるんですね。そのソースは新聞赤い旗。新聞赤い旗って友さんの機関誌で、 T1 教の会を敵視してるんです。だからいろんなことを探し出して書いてくださってるんですけど、T4 教の会は、反友さんを掲げて、AB さんのおじい様、キッシーさんの元に現れました。多分きっと、組みなさいって言われたんやと思うね。おそめん劇場の配役として。T4 教の会って C の IA が作ったとか、よく聞くねんけど、おそめん劇場の一つの配役としてあるところで、その説ほんまかーって、苦笑いしながらスルーしてんねんけど、すべてはおそめん劇場。おそめんの大元の計画として、資本を潰させて、社会の窓主義の世界にして、後に友さんにしていくっていう計画があるんですね。国民が選んだという形をとって。反米すり込んできて、お米の国は悪い国や、言うて、やってる連中って赤くて酸っぱいチームなんちゃうかなと思って、私は見ないようにしてるんですけど、お米の国の後ろにはおそうめんとイギリスがついてて、イギリスさんはおそうめんの本拠地なんですね。で、私は先人の書を紐解いて、資本社会友さん、この三つの主義の中で、資本だけが自由に楽しく生きられんねやったら、資本守るべきやし、それには活動家の連中の先導に乗らない、お話を聞かない、知らんかを推奨って思ってるんです。活動家の連中がやってることって巻き込ませなんですよ。統一戦線工作やってんのちゃうかなと思って見てるんですけど、統一戦線って同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作やねんけど、左の翼の勢力、赤い酸っぱい勢力は身内に厳しいから知らん顔しておくだけで任務が遂行できないとして、お仲間が始末してくれはんねん。自己批判に応えろなんて意味不明なこと言われて、自己批判トレビアンボコボコン痛い痛いあーっていう儀式に持ち込まれはるから、ここは無慈悲に知らん顔、頑張ってね、陰ながら応援してるわ言うといたらええねん。独立という言葉危険で、日本はお米の国の言いなりやって、友さん系の連中、社会の貧しい系の連中が言うてて、独立せんとあかんって言うてて、このままやったら日本壊れるで、もう随分壊れてんねんけど、おそうめん劇場の縛りがなくなると思われへんし、日本はアジアのリーダーにならなあかん言うてる人たちいるけど、なったらあかんねん。ナンバーワン、トップだけを目指しておけばいいの。リーダーになって引っ張っていくなんて考えたらダメ。私たちの暮らしを守るには、残念ながらシステム上のお話ですよ。自民しかあれへん。資本主義と日米同盟を死守できんのは、システム上、自民しかない。後からできる政党に期待してはダメ。それと、旧民主の連中に期待してはダメ。維新はクリーンな衛生と、なんて嘘。維新ができたとき、ミンスの連中わんさか紛れ込んでるし、維新の正体奇遇で上田の匠系ちゃうの。上田の匠の秘書をなさってた谷畑の隆さんっていう方が維新の幹部にいらっしゃってんけど、奇遇での顧問でもあってんな。もともと社会党で、谷畑の隆さん、上田の匠さんの秘書、人権中小企業の上田の匠を売りにしていた。
キャベツがなくなったら飯の食い上げや言うてた。キャベツのキャの部分をさーに書いてくださいね。上田の匠さんは部落解放同盟委員長をなさってた方です。民主党って恐ろしいところで、国家主権の異常や主権の共有へ言うて、民主の公式ホームページ2004年6月23日、民主憲法提言中間報告のポイントに書いてあった。1、グローバリゼーションと情報化に伴う新しい変化や価値に応えるために、国家主権の異常や主権の共有へ。民主の連中って労組の労働組合の組織票で送り込まれてくる厄介な連中やねんけど、労働組合は国際組織で万国の労働者を団結せよってカール・マルクスさんが言ってんけど、国壊しを目的としている団体やで。そこんとこみんなちゃんと知るべきやわ。とにかく活動家の先導には乗らないこと。民主政権作ったもあいつらやんか。一度民主に任せてみよう。はぁやねんけど。自民にお灸を据える言ってお灸据えられた日本国民、入れてない私たちもお灸据えられてんけど。